あのさ、秋になって枯れ葉の落ち始めたけん、あんたと二人で宮東芝始めてもうか。そしての健康にも良かばして気になるわけだ。ほら、そこは提案ばい。おう、そんならあんたも賛成たいな。うん、経済だけはしよったばって、仲良しのあんたと頑張っとらら、反応も。もう今日決まるとばもう特別のスペシャル弁当ば作っちゃいや。はーい、できとります。あ、何ば作ったとな。あんですな、ちゃんとよかごとね、タイの塩焼きでしょ、それからサバの味噌煮、それから黒豚のうまーくカラッと揚げたね、あつば入れておりますけんね、絶対大丈夫。あ、そうや、ほら、お前の作ってくれたこのスペシャル弁当のことなら、貝、サバつけて、カツ。私もソフトバンク、今大事な時やきな。もう、昨日は大勝して首位になっとろうが、絶対優勝してもらわないかんばいな。みんな応援に行きましょう。応援に行くときはどげしたらよかでしょうか。短い鉢巻き場持って応援に行ったら優勝するばい。なしてな、そらあんた短い鉢巻きなら絶対負けん。わあ、豪快な。今年は言わんとまだ深くも半ばんといった16号が来よるから、もうあたきゃもう江戸風でたまらん。それにしても今年は台風が多かな。そうたい、台風のことやけん今年も大火事。こんだけ言うの北条エリックさん、あたきの出走団体のグループが行ったらきさ、みんな見るものが多くて楽しか楽しか、それで集合時間が遅らそうってみんなで相談したらきさ、多数決で決めろっていうことだったんだ。そしたら結局賛成が多くてきさ、集合時間ば遅らしとった。はあ、その多数決はどこで決めたんだな。県内な、鳥居の時な、どこで決めたとな。そら賛成の多かったことじゃけん、みんなの賛同で決めた。赤ちゃん横になろうという意味は見てきてもらう。そうな、ちょっと赤ちゃん風で剣をしてるなら普通あんた全勝じゃろ。いや、そういうことがあるもんかい。お宮の土俵じゃけん乾杯は。もしもし、雷さんですな。そうですたい、台風が来おるけ忙しかったばい。なんな、こんならあなたおしらっしゃるとどこおしらっしゃるとですな。こんなら目印ば置いとけそこに落ちてくれんな。そら雷のことやけん、ピカッと光った途端に落ちる。
からどん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 日本ハムが上がってきたばってん、ホークスは大丈夫かよ。ああ、心配せんでよか、ハムは必ず加工をする。あのヤクルトスワローズの山田選手、また今年もトリプルスリーバー取った場合、まだ横浜っていうあの我がホークスの柳田何しようとね、うん、もうすぐあんた怪我を治して取りに行く場合、まってあんた本塁打と打率がなんとかなろうばって、あとの一つがそやな、仕方なかばい、柳田の去年嫁さんのもろうとろう、出して嫁さんのもろうとろう、仕方ないとね、食事制限ばされとる、特に炭水化物ば制限されとるけん糖類が減っとる。台風、まあ兄ちゃん、まあ台風のひどかったろうが、まああれもこれも壊れて大音ばい、ほら前の池のあの垣根の壊れとるんや、はよ直しちゃうじゃん、はよ直さな困るばい、誰か落ちたら、あらもう誰か落ちたばい、じいちゃん、ちょっと誰やるか、あ、あら隣のばあちゃん。まあじいちゃん困った、はよはよはよ直さな、また落ちたばい、あらまた落ちた、誰かいな、はよ助けいかな、誰じゃろか、あら向かいのおちゃん。はい、どうもありがとうございました、それでは最後にですね、にわか道場の板谷代表が挨拶いたします。こんにちは。今日は。